市から村やっと来れたぜ。おそらくどこかにいるはず、榎田社長が。カバンダが崇拝するあの榎田社長が。4つ溜まったからちょっと上げとこうか。次はハートでいいんだっけ？前頑張り上げたような気がする。まあハートにしとこうか。ハート上げとかないとさっきみたいな裸にされる試練の時、割とワンパンで殺されたりすんだよね。道具は持ち込めないけど、ハートと頑張りの量は上げた分ちゃんと反映されるので。よし、でも今もう深夜だな。どうせなら昼間に来た方が良かったか。こんにちは。おや、これはこれは、あ、やっぱり知り合い。なんかこんな感じの人いたような気がすんだよな。今滑舌怪しかったけど、テンション上がりすぎて。おや、これはこれ、お久しぶりでございますな。最近物忘れがひどいのですが、あなたのことはもちろん覚えてますよ。ほれ、あそこであった、いや、あっこじゃったかの。まあ気にすることはないでしょ、わしも気にしとらんですので。まだこんな時間なのにすっかり目が覚めてしまいましての。家内との待ち合わせまで散歩で時間を潰しておるのですよ。こんな深夜に AM1 時ですよ。はてさて、肝心の待ち合わせ場所はどこじゃったかの。家に返してあげた方がいいんじゃないのこの人。いやでもそうだな、ここ宿屋か。宿屋作ったな。ゾーラ族の神父の人がやってるんじゃなかったっけここは。やっぱりそうだ。ちょっと一晩休ませてもらいましょうか。これはこれは、ご客人、このような時間に宿屋に来られるとは。ズバリ中高生のハイリア人ぞらね。そりゃ見りゃわかるだろ。ここは数多の部族が集う村、女神ハイリアのお慈悲のもと、部族や身分を問わず快適な睡眠を提供するぞら。あ、でもリンクのことに特に触れたりはしないな。ちょっと高いベッドに泊まると体力が上限以上に回復したりすんだよね。泊まろうかな、ウォーターベッド。わかったぞら、いつのお目覚めをご希望か。朝です。この人もね、ブレワイン時にリンクが自らゾーラの里にスカウトしに行った人のはずだけどね。そういうことは言ってくれなかったな、残念。おはようございます。あ、ハート1個分余分に回復してる。でもあれだけジュールピー多く払ってしょっぱくないですか、ちょっとボーナスが。頑張りゲージは、あ、頑張りゲージが余分にあるとかはないのか。ハート1個しょっぱいっすね、ウォーターベッド。よし、じゃあ朝の1から村、まだ午前5時だけど、この辺で店やってる人たちも、まああれだよな、ブレワイン時にリンクがスカウトした人だよな。ペーだ。ああ、名前の最後にダーついてるし、ダダッと今にダダッと商売。なんでもダダッとが元のえのきだ工務店が、えのきだ工務店の、あ、そっか、お前そっか、えのきだ工務店の人間なのか。村にはさっきの老人みたいに名前の最後がダじゃない人もいるけど、えのきだ工務店の社員になれんのは多分あれだよな、ダがつく人だけなんだよな。よろずやへようこそ。お客さん、うちの店初めてだよね。もしかして、あ、魔物エキスといえば、学校で魔物カレー作って子供に食わせてやりたいって行かれたこと言ってたよな、シモンが。果ての村の学校で、あ、手に入るじゃん。それか、魔物エキス後ろにある。なんてったって魔物エキスが買えるのはうちだけだからね。本来うちは矢にくっつけて使うと便利な素材を扱ってるんだけど、作り手さんとちょっとコネがあってね、魔物エキスの提供も始めたんだ。わ、これは手に入れましょうか。え、ププンだってそいつか。そいつも覚えあるぞ、後ろのゴロン族の少年。くっつける前の状態に、だからスクラビルドでくっつけちゃったものを元に戻せるってこと。戻してくれるはずだから。それすげえ便利だな。とりあえず1個ちょうだいよ、魔物 X。 高えな、50。まあまあ高いけど、いや1個いただきましょう。あ、これで果ての村の授業も進められるな。あ、部分だ、ダダッという間に。あ、似たようなこと言ってる。コロッと分解。お客さんは大切な武器や盾に適当に物をくっつけて後悔したことはない頃あるんすよ。例えばこのね、背中にくっついてる石、岩、あれ縦に岩くっつけてるけど、あれスクラビルド外すっていうの
リンクが一人で勝手にやっちゃうと岩は消滅しちゃうんだよね。別のものに付け替えるってことはできないんだよ。それをできるようになるってことだな。そういうとここそこのププンダの分解屋にお任せ頃、ダダッと今にコロッと分解してくっつける前の状態に戻す頃、1コロッと、あ、まあ金はかかるんだね、サービスとして。でも便利だな。なんか今外したいものあったっけ。どうしても外したいもの、まあ別にないな。別今は別にないですけど、この杖につけてる先っちょのルビーを外して別のやつにつけるってこともできるんだよね、多分。なるほどね。あ、来てよかったな。そんな便利な場所あるんだ。で、あ、これは何に使うスペースだ。まだ使い道のわからないスペースだな。で、えのきだの家どこだったっけな。いや、でも BGM が前作とほぼ同じなのもいいね。ちょっとアレンジ入ってるような気もするけど。あ、いたー社長。あ、そうだ、えのきだって結婚したんだよな、この人と。ブレワイン時に、うわ、もうカバンだが喜びそうなものがあるじゃない。はあ、これもロケットでどっか飛ばせねえかな。ん、心配だ。うわ、えのきだがチャレンジのマーク出してる。これは絶対に受けよう。ただそれはそうと、他の場所もちょっと気になるな。あ、この人もチャレンジマークだ。異常なしって言ってるけど、え、なんか楽しそう。何これ、アトラクション。すいません、レールカーをご利用ですか。モノレールみたいなもん。利用料が必要なので、ご利用の際はまず私にお声掛けくださいな。あー、この人の頼み事聞かないとあれかな、使えない感じかな。これが何なのかそもそも気になるけど。わ、楽しそう。まあこれもじゃあ一旦置いといて、一通り街を見てみよう。こんにちは。高校の人も外出中かな。で、そこが宿屋だから、まあ一通りは回ったのかな。ちっちゃい村だけど。ああ、えのきだに話しか。あ、お前ちょっと、お前もしかしてあれか。うわ、えのきだのご子息っぽい。二人の特徴を受け継いでいる気がする。あの二人のご子息っぽかったね。この人の髪の色だもんな。髪型はえのきだだったけど。えのきだ、久しぶり。昨日、あ、なんだ、揉めてんのか。昨日だって楽しそうに話していたし、あなたの考えすぎじゃないかしら。ウィッタのお引っ越しのことを心配なのはわかるけど、モナリーさんに言われたんだ。ここ最近ウィッタが妙に明るいと。お迎えの時間も近づいている。あの子無理してるんじゃないのだろうか。もしかしてさっき走ってたお子さんの名前かな。もうあなたがそんなんじゃウィッタだって旅立ちにくいじゃない。いや、でも旅立つなんて年齢には見えなかったな、さっきの。え、でもそうなのか。ゲルド族にとっては一生に一度の門出なんだから、盛大に送り出してあげましょうよ。そうだな、せっかくの門出だ、派手にやってやらないとな。お客様、えのきだこめ、嘘だろ、リンクとパウダー知り合いじゃないの。結婚式見たんだぜ、ブレワイン時に。そっか、マイホームのお買い求めですね。あ、マイホーム、あ、マジ、もしかして家作れる感じ。俺の家だと思ってた場所が王族の家になってたから、今ホームレスだもんな、リンク。自分の家と思って帰ってきたら姫様の部屋になってたもん。マイホームこの辺に作れんの。お客様ご自身の手でお部屋を組み合わせて自分だけのマイホームを作りいただけます。まあでもこの辺とは言ってないか。ですがすいません、まだ開店の準備が整っておらず。あ、でも空き地っぽいとこさっきあったもんな。あそこに建てられたりするか。あれ、あなた、おお、お前か。わかった、えのきだとは知り合いだった。えのきだとだけは知り合いであってほしかったよ。お前か、久しぶりだな。お前のおかげでこの市から村も発展し、以前にも増して部族関係なく誰もが自由に過ごせる村になったと思ってる。それに我々にも娘が生まれてな。さっきすれ違いましたよ、俺に似たとても可愛い。ん、あ、ウィッタ、あ、やっぱお子さんの名前がウィッタなのね。
旅立ちとか言ってたけど、門出とか。ちょっとえのきだししっかりしなさいよ。すまないな、ちょっと立て込んでいてな。パウダー、俺が一旦仕事に戻る。ウィッダーのためにできることを何か考えてみるよ。いや、えのきだの力にはなるぜ、絶対に。ごめんなさい、まだ開店の準備が。あ、なんだっけ、何屋さんだったんだっけこの人は。あ、服屋だ。パウダーは服屋だったはず。あー、今は店の準備はできてないと。今旦那も私も娘を送り出す準備とかがあって。あ、うわうわー、二人で乗ってんの、いい。なんか俺ちょっと泣いちゃいそう、これだけで。うわ、すげえいい、二人で乗せてくれてんの。まあそのね、下りは、村を作る過程の下りはブレスオブザワイルドでやったことですけど。お、ああなんだ、ここ入れないのか、工務店の倉庫。ん、何かが中で突っかえてしまったみたいで外から扉が開けられない。トーレルーフの出番か。でも地下に潜れそうな場所もないよな。別の入り口ないのか。こういう時に役に立つのはトーレルーフって感じだけど。お、ウィッタのお引越しメモ。うわ、なんか書いてある、可愛い感じで。パトリシアちゃんみたいなのがいる。砂ざらしかな。その1、ゲルドの挨拶は優雅にはっきりと。サバサークみたいなやつね。おはようはサボった。男の人はボーイ、おばあちゃんはバーバ、ありがとうはサークサーク。その2、族長さんのペットは特別。あー、そっか、一から村で生まれ育ってもゲルド族ではあるんだ。ゲルド族の娘なんだから。うん、族長さん、あ、あ、うん、パトリシアちゃんのこと言ってる？それ、族長さんのペットは特別。族長さんにはパトリシアちゃんって、おお、パトリシアちゃんっていうペットがいて、パトリシアちゃんは占いができる特別な砂ざらしなのだ。えのきだ工務店のスピリッツもちょっと受け継いでるな。ボーイとはお話ししちゃダメ。え、じゃあリンクと話してくれないの？マーマのふるさとに行ったら、あ、ふるさとに行ったらか。そっか、ゲルド族の人はゲルドの町に行かないといけないのか、ある程度の年齢になったら。なんかそういう掟みたいなのがあんのかな。それで送り出すっていう話をしてたのか。ボーイとお話しするのはダメ、しきたりっていうの。だから今のうちにいっぱいお話ししておくのだ。両方のスピリッツを継承している。ん、その4、絶対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 泣かないのだ。これちょっとなんかいいぞ、彼女が旅立つイベント。ちゃんと見届けたいな、これは。今だったら話してくれるよね、君が。あれかな、ウィッタ、ウィッタかな。サボったなのだ。お兄さん、パーパの友達。ちょっと違うね、親友だよ。久しぶりにパーパが帰ってきてるのだ。ウィッタはもうすぐお引越しだから、今のうちにパーパやみんなといっぱい遊ぶのだ。はあ、旅立ちって言ってんね。そっか、ここに住んでてもゲルド族として生きていかなきゃいけないのか。えのきだは悩んでるな。絶対力になるけど、さっきは話し込んでしまって悪かった。俺はダダッと言う間にダダッと解決がモットーのえのきだ工務店の社長なのに、子供のことになるとダダッとはいかないもんだな。まあそのえのきだ工務店として独立するまでのエピソードも聞きたいとこだけど、まずはお子さんの話か。さっき少し話したが、俺たちにはウィッタという一人娘がいるんだ。さっき会ってきたよ。妻のパウダにも俺にもよく似た可愛らしい女の子だ。そのウィッタが妻の生まれ故郷のゲルドの町にもうすぐ引っ越すんだ。ゲルド族は成人するまで男性と触れ合ってはいけないという掟があってな。あ、父親ですら会えなくなるのか。じゃあ成人するまで。幼いうちはいいらしいんだが、物心がつき始める頃、ゲルドの町からお迎えが来るそうだ。ゲルド族にとってゲルドの町で過ごすことは誉れでもあるらしい。ウィッタも楽しみにしているようだから、盛大に送り出してやりたいのだが。ああ、まあウィッタ本人が前向きならいいんだけどね。まあえのきだは寂しいな。自分がこんなにも往生際が悪いなんて。いや、なんだろう、なんか別にどうってことない会話なのに泣いてしまいそうになるな。えのきだのその後のエピソードを聞けているっていう事実で。
はあ、ああ悪いな、長話に付き合わせてしまった。そろそろ作業場に戻らないと。父親だな。桜田社長はどうしてんの？できれば旅立ちまで娘のそばにいてやりたいが、俺も仕事があってな。妻も引っ越しの準備に手一杯で、今は仕事の依頼も受けられないと言っていた。せめて寂しくないように誰かウィッタのそばについててくれるといいのだが。お？俺か？ゲルドの町は一番最後に行こうと思ってたんだけどな。この辺でしょ、ゲルドの町。結構距離あるからね、いなくなっちゃった。パウダリも話を聞いてみよう。ゲルド地方は砂漠地帯で雨は降らないし、雨具は必要ないわよね。あ、旅立ちの支度をしてくれてるのか。日中は暑いけど夜はかなり冷え込むから防寒具も多めに用意して。ああ、すいません。引っ越し先で娘が困らないよう持たせるものを考えてまして。あの子も引っ越しに向けて村の人たちとの時間を大切にしたり、部屋で勉強したりして頑張ってますし。部屋、強調するね。部屋、ああ、私なりにサポートしてあげたいので。あ、娘の引っ越しが終わりましたら、あ、このイベントが終わらないとマイホーム手に入らねえのか。じゃあやらないと。なおのこと、すぐマイホームの受付を再開します。お待たせしてしまって申し訳ありませんが、もう少々お待ちください。ウィッタの部屋に行ったらまた違う話が聞けるか。登れないな、ここ。この人なんかブルワイン時テーブルの上から話しかけたら怒られたりしたんだよな。降りてくださいって。乗れないや。いやー、でもこれは最優先イベントだぞ。君はウィッタの友達か？なーに？ハニーはウィッタちゃんと遊ぶんだから邪魔しないでよ。でもウィッタちゃん2階のお部屋に行ったまま戻ってこないんだ。あ、部屋に帰っちゃったんだ。ボとかバーとか難しそうだったからゲルド語のお勉強してるのかな。あー、さっき、うわ、かえらいことになってる。いやいやー、いい場所来たわ。まあでも平和に暮らしてるようでよかったわ。陶芸ボコユミの写真はこっちに変えます。お邪魔します。いるね、ビッタ。入るよ。おはようはサボった。こんにちははサーバーク。さようならは、さようならは、なんだっけさようならって。あ、もう忘れちまった。俺が思い出すね。野田。ああ、すいませんすいません、足跡消してました。癖になっててね、音消して歩くの。びっくりしたのだ。もうお迎えが来たのかと思ったのだ。ウィッタ、もうすぐママのふるさとにお引っ越しだからいっぱい勉強してるのだ。えらいな。ママのふるさとにはゲルド語っていう素敵な言葉があるのだ。ああ、じゃあそのね、ゲルドの文化に理解を示してて、一から村で生まれ育ったのに本当に前向きなんだね、向こうに行くことに対しては。だからウィッタ、村のみんなにも知ってほしくて頑張ってたくさん覚えたのだ。もしかしてお兄さんも興味あるの？だったらちょうどいいのだ。今からモナリーおばあちゃんにレッスンするところだから一緒についてくるのだ。モナリーおばあちゃん、ウィッタに任せればお兄さんもきっとゲルド語がペラペラになるのだ。今回のレッスンはゲルド語クイズなのだ。お兄さんも一緒に挑戦するといいのだ。ほう、あれかな、一から村に来た時最初に話した老人の奥様かな、おばあちゃんって。さあ、どこまで行くんだ。お兄さんを連れて行け。あ、ここか。はい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 、こちらのご夫婦ね。ああ、この人と最初に話したんだ。深夜に待ち合わせ場所に向かうと言って徘徊していたけど、この方はよく眠れてますか？モナリーおばあちゃん、サバーク。あらあら、今日はご機嫌ですね。またウィッタちゃんのレッスンですか？そうなのだ。今日は初めましてのお兄さんも一緒なのだ。どうも、英雄です。それじゃあモラリーおばあちゃんにウィッタのゲルド語クイズなのだ。おばあちゃんのことはゲルドの言葉でなんて言うのだ。あ、日記に書いてあったな。先に読んどいてよかった。バーバだよな。ゲルド語でおばあちゃんね。何でしたかね。これはまあちゃんと当てようか。バーバじゃなくてバーバ、こっちだよな、下のやつ確か。パンパカパーン、大正解なのだ。すごいのだ、お兄さん初めましてなので、初めましてじゃないのだ。まあ族長とも友達ですからね、ゲルドの。そうそう、バーバでしたね。もうちょっとで思い出したんですけどね。でもこれでまた一人ゲルド語に詳しい人が増えましたね。族長の友達ですよ。私もウィッタちゃんのおかげで随分ゲルド語のことに詳しくなれましたよ。
だってママのふるさとの言葉みんな喋ったらママ寂しくないでしょ。優しい。こういうので軽率にちょっと涙にじむんだよな。これでママ大丈夫だけど次はパーパなのだ。あ、そうなのだ。いつも忙しそうにしてるパーパのために仕事のお手伝いをしてあげるのだ。そうと決まればレールカーに乗って、あ、さっき見かけたな、レールカー、作業場にレッツゴーなのだ。なかなかのフィジカル。筋肉だるまのリンクを押しのけるとは。ウィッタちゃん、まだまだパパとママに甘えたい年頃でしょうにね。でも大丈夫かしら。ハギさんが管理人になってからレールカーも利用しづらくなっちゃったから。あ、そうなの。あ、まあそうだよな、レールカーのとこの人もなんか頼みがある様子だったもんな。吹き出し出して、じゃあ、あー乗れてないウィッタ、どうにかして乗れないかなと。な、この人の頼みも聞いてあげないと先に進めないのか。果ての村の時もなんかね、いろんな頼み事が連鎖して結果結構なボリュームだったけど、そういう感じなんだろうな。これもウィッタどうした。あのレールカーに乗ってパーパの作業場にお手伝いに行きたいのに、そういえばお金を払わないと。あ、金の問題だった。乗せてくれないこと忘れてたのだ。二人分払ってやろうか。あのおじさんが管理人になるまではお金なんて払わなくても乗れてたのに。あ、そうなの。え、でもあの人えのきた工務店のハッピー来てんじゃん。それはだってその金はえのきた工務店に会社に入るんじゃないの。中抜きしてないよね。こうなったらおじさんに気づかずにレールカーに乗り込むのだ。でもウィッタ一人じゃ絶対気づかれちゃうのだ。誰かおじさんの目を隠してくれないかな。ああ、なるほど。これでいいか。ギャ、これこれなら乗れるんじゃねえのか。そういうことそういうことじゃないのか。あ、でも今なら行けるようになってる。今なら行けるぞみんな。え、お兄さんがあれよ、煙幕。聞いてる煙だけ。なんだかちょっと心配だけど、お兄さんのことを信じて一気に突っ走るのだ。さあ、無事に行けたかな。大丈夫か。ウィッタも見えないんじゃないのか。あの管理人が見えてないんだから。大丈夫か。何も見えなくなったが。やったのだ、うまくいったのだ。ようやく会いに行けるのだ。それじゃ行ってくるのだ。一人で大丈夫かな。パーパ待っててなのだ。お兄さんもありがとうなのだ。リンク一緒に行くわけじゃないの。見送ってしまうのか。行ってしまわれた。これでよかったのか。じゃあリンクにも追いかけてってほしいけど、こいつはこいつでなんか吹き出し出してんだよな、チャレンジのやつ。乗れるかな今。ああ、金目のもんかと思って拾ったのに単なるへんてこない。ああ、石、これあれか、祠か。こいつの横にあんの単なるへんてこな石じゃないだろうな。なんかこれいつも入ってる祠と同じ形、そのままちっちゃくしたみたいな形してるけど、なんかこれを所定の場所まで持っていくと祠が出現するっていう場所があんのね。っていうのを他の場所でもやったことあるんだけど、全然気づかなかった。こんなに存在感あんのに。早いとこカモを見つけないと。ん？やっぱこいつ勝手に金取ってんじゃねえのか。なんです、作業場に行きたいんですか。レールカーを使われるのでしたら利用料をいただかないと。漏れなく20ルピー。お支払いは初回の一度限り。あ、最初だけでいいんだ。思ったよりは良心的だな。でもなんか信用ならねえんだよな、こいつ。へんてこな石って？ちょ、それのこと聞かせてよ。おや、この石が気になりますか？この辺に、ね、もっと近場に祠作れるかもしれないってことだよな。前に作業場に埋まってたのを見つけましてね。珍しい石でしたもんでくすねて、いや記念にといただいたんですが、気になるようでしたら譲ってもいいですよ。今なら大特価。拾った石100ルピーで売ろうとしてるこいつ。あ、でも値切れるか。ちょっと高すぎますね、手持ちが足りなくて。でしたら80ルピーでどうでしょう。今回限りの特別価格ってことで。いやー、もう一声。あ値切り中に始まった。ちょっと、ちょっとあなた何してるのよ。お前結婚してんのか。こんな汚いクソイカの商売してんのに。
またそうやって見ず知らずの人に変なものを高い値段で売りつけようとして、ああ掃除してる人いたな、その辺に。この人奥様なのか。そんなのちょっと大きい火打ち石みたいなもんじゃない。せいぜい60、いや50ルピーで十分でしょ。金は取んのかい。ただでくれや。お前、いやしかしだな、これは正当な取引で。頭が上がらない様子だな。わかったよ、そんな目で旦那様を見るんじゃないよ。どうでしょう、では50ルピーで。もうちょっとどうにかなんねえかな。あーでも B ボタンのあれ出ちゃったから、これ以上無理なのか。あれ、そうですか。もっと粘れ。30ルピーって言え。あなたが高値で売りつけようとするから怒らせてしまったじゃないのよ。ここは榎北さんがどんな部族の人も安心して暮らせるよう作った村なのに、評判を落とすようなことをしたらただじゃおかないからね。素敵な奥様じゃない。なんでお前みたいなもんが結婚できたんだよ、この人と。はい、すみません。あ、でもこいつ名前ハギって言ったよな。ハギ、名前の後ろだじゃないのに、この8匹来てていいの？えのきだ工務店の。まあ、これも勝手に来てるんじゃねえだろうな。え、ほんで石買おうとしたら50ルピーは払わなきゃいけないの？どっち先にやろうかな。まあ石じゃあしょうがないか、買うか。え、拾ったへんてこの石が本当に売れるなんてラッキー。じゃあもっと安くしろや。さっき断った時。そりゃよかった。いやいや、お目が高い。お、大変に貴重だと思われる節がある石ですので、価値あるお買い物かと。たった今からこの石はあなたのものです。どうぞ50ルピー。払っちゃった。まあ、リンクにとっては価値のあるもんだからな。後ろに置いておきますので、お好きな時に持って行ってください。で、これでも実況中にやんの初めてか。この石持つ。お、喋った。光が示す先に水晶を捧げよ。刺すれば何時に邪を払う光を与え。急に喋り出した。さっきまでおとなしかったのに。何、知らない人と会話できないタイプの人、そういうタイプの石。そう、この光の方向に結構距離あるっぽくない？これこの光の方向にそのね、この石を捧げる場所があるはずなんだけど、だいぶめんどくさいな。そのリフト乗るときに一緒に下に持ってった方がいいんじゃないの。しょうがないか、20ルピーも払う羽目になっちゃうなこれ。じゃあ最初だけでいいのね、20ルピー。本当に。はい、確かに。ちょっと何その。やっぱ後ろめたそうだけどな。こいつ勝手に金取ってるって。奥さん、もう一回来て、この現場を押さえて。よし、儲けマジで悪人じゃんこいつ。操作は簡単、動かすのも止めるのも叩くだけです。あとは50にどうぞ。まあでももうお金は払わなくていいのね。マジで悪人じゃねえかこいつ、マジで。どうにかしてやりたいけど、まあまあ叩くだけで動けるって。ん、あれ、レールカーが近くにありませんね。少々お待ちを。ああ、さっきウィッタが使っちゃったからか。すみません。あ、はいはいはい、本来はこういうのがあるのね。すいません、お待たせしました。へへ、榎田さんも作業場に戻ったし、これで気兼ねなく料理を取れるってもんだぜ。これどうだ、払った金戻ってきたりするか。なんかやだな。20ルフィーでもこいつの懐に収めたくねえな。ゴリゴリの悪人じゃねえか。もう一回話できないかな、あの掃除中の方に。こんにちは。ダダッと決めて、ダダッと作る、ダダダ誰もが羨むマイホーム。そんな感じの歌、カツダダも歌ってたな。あら、失礼、榎北工務店にご用かしら。聞いたよ、うちの旦那からあのヘンテコな石、ああ、買っちゃったんですよ。買い取ってくれたんだって。場所は取るし、役に立たないし、困ってたから引き取ってもらって助かったわ。あらやだ、こっちの話ばかりでごめんなさいね。榎北工務店にご用かしら。でも受付のパーラさん、未だにお取り込み中みたいよ。まあその辺の話は本人たちから直接聞いたから、あれかな、大丈夫かな。じゃあこの石ごと運びましょうか。で、叩いたら動くって言ってたな。ああ、ゾナウギア使ってんだな、タイヤだ。ああ、なるほどね、そういう構造なのか。
リンクでも作れそうな構造だけど、もうこれをウルトラハンドなしで作ったんだから大変でしたね。さすがえのきだ工務店だな。よし、着いた。自動で止まってくれる感じか。なんか石のせいで引っかかってんだ。まあこれは回収させてもらって。なるほどね、ここのバッテリーで稼働してるわけだ。おー、あ、すごい貫いちゃってる、ごめんね。こっち側の管理人は、あ、グレーだ、グレーだってあれだ。ああ、ブレワイン時にリンクがスカウトしたゴロン族の人だ。あのね、今村がある場所も最初は岩だらけで家建てられるような環境じゃなかったから、最初はエノキダが昼夜を問わずツルハシを振って壊してたわけよ。そこを手伝ってくれたのがグレーダだね。こう力仕事を。作業場にお客さんなんて珍しい頃、一から村への入り口間違えちゃった頃。あ、まあそれはいいんですけど、うん、レールカーね。グレーダなんかずっと驚いてんだけど、あ、このレーザーに驚いてんのかこれは。貫かれてるもんね。グレーダにレーザー当たってもそのまま貫通してるもんね、後ろ。どういう仕組みなんだろうこれ。いい顔するなぁ。取っとこう。あ、怖っ。じゃあどうしよっかな、この岩。あ、なんかこの辺も開発してんだね。あ、いた、えのきだ。パパの仕事、パーパの仕事手伝うって言ってたな、ウィッタは。どっち先にやろうかな。ちょっと持ってきちゃったし運ぶか。ごめんね、人体に害ないタイプのレーザーだから気にしないでね。長期的にはどうかわかんないですけど、このレーザーの方向にひたすら石を運んでいけばいいわけだけど、でもなんかこの辺に埋まってるゾナーギア使えねえかな。ロケットあんじゃん、いいとこに。いいとこにロケットがあるぜ。つけるしかねえじゃんこんなの。まずロケットをレーザーの方向に斜め45度に接着しましょう。あ、でも倒れちゃうな、倒れちゃうね。え、他にもなんかないかな。あ、いいじゃん、翼とか使わせてもらおう。扇風機も埋まってたので、よいしょ、前に石、後ろに扇風機をつけて重さのバランスをちょっと取りましょう。で、この翼ごとロケットで飛ばせばいいという感じだね。まあ手持ちのゾナウギアで好き勝手やるのも楽しいけど、こうやってその場にあるものだけでどうにかすることもなかなか尊いことだと思ってるので、行きましょう。運ぶぜ。あ、やばいやばい、バカすぞ。結構重さのバランスが取れてない。このままちょっと左に乗って、ここ曲がれるかな、ここ曲がれるか、どうにか行けたな。よし、あ、ほら、そこそこ。いつもだったら祠がある場所の土台だけみたいなやつあるね。ここにこの石を持っていけば通過しちゃいました。ここに祠が出現するってわけよ。祠の形してるもんな、あの石。これが巨大化して祠になるってわけだ。っていうか邪魔だな、手前の。これさっきの翼か？リンクが乗ってきた。翼残ってますね。まあこういうタイプの祠もありますよっていうことですね。お邪魔します。でもこれあれなんだよな、だいたいもうここにたどり着くまでが試練みたいなもんだから。あ、やっぱそうだ、祝福だよ。何もないタイプのやつね。よいしょ。だからありがたく祝福の光をいただきましょう。よし、次4つ溜まったらまた頑張り上げるぞ。祝福の光やそなたの力。あれでもなんかあれだな、別にここアクセス良くねえな。より一から村の近くに祠できるかなって期待したのに、結構遠くまで来ちゃったじゃねえか。ふざけんなよ、だいぶ遠いな一から村と。ん？あれ？帰ってる。あ、いたわ。そっか、もう夜だから寝ちゃったのか。寝かせていいのかここで。
帰らせろ家に。まあせっかくえのきだ親子のところにやってきたのにあれですけど、今回は一旦この辺で終わりにしようかな。まあ一から村でのイベントもこうやってイベントがイベントを呼んでそこそこのボリュームになりそうな気配がするので、まあまた次回続きをやってちゃんと見届けたいな、えのきだが娘を送り出すところ。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。